こんにちは。ちょっと鼻の先端を負傷しているので、今日はマスクをしたまま失礼いたします。前回の動画で、最近私が購入したこの MacBook Air が素晴らしいというお話をしたんですけど、この Mac の更新に合わせまして周辺機器もね、いろいろ更新していこうと思っています。今いろいろ選んだり買ったりしている最中なんですけど、とりあえず今回はですね、アンカーの USB ハブを購入してみました。この MacBook Air は本当にUSB-C の形状のポートが2つしかね、ついてないんですね。なので何かやるにももう必ずこうハブがね、必要になってくるんですけど、今回はアンカーのパワーエキスパンド 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データハブというものを買ってみました。長い名前でちょっとね、ややこしいんですけど、Amazon で USB ハブっていう風に検索したことがある方ならご存知だと思うんですけど、もう本当にね、たくさん出てきます。数千円のものから数万円のもので、無名のものから、有名どころまで出てきますし、で、それぞれいろんな機能とか、性能、規格が、本当にこう、混ぜ混ぜになっていて、かなりややこしい世界なんで、この中から自分に合った適切なものを、適切な価格で買うっていうのがね、なかなか大変な作業だと思うんですけど、皆さんどうでしょうかね。同じようなものを探そうとされている方のね、参考にしていただけるような動画にしたいと思っています。で、私の Mac パソコンの使用用途としては、動画編集が主で、それからWord とか Excel みたいな事務系のソフトを使ったりとか、時々オンライン会議ソフト、Zoom を使ったりもします。あとはネットサーフィンとか動画鑑賞とかね、そのぐらいでしょうかね。そういった用途に合うものとして今回ね、これを買いました。で、なんでアンカーのものを買ったかっていうところなんですけど、これ系のものって本当中華ブランドものが多くて、Amazon のレビューなんか読んでても、すごい褒められてるものもあるし、ボロクソに書かれてるものとかもありますし、明らかにやらせレビューみたいなものもね、混ざってますし、ライバル会社が、ライバル商品を蹴落とすために書き込んでる、ボロクソなレビューとかも入ってますし、正直ね、あんまりこうレビューが頼りにならなくなってきてるっていうのも感じるんですよね。で、アンカーのものに関してはかなり前から私アンカーのものいろいろモバイルバッテリーとかケーブルとかハブとかね、買ってきてるんですけど、特に今まで問題が発生したことなく、他のメーカーのものよりもどちらかというと信頼して安心して数年間使い続けることができるものがね、多かったので、今回もね、アンカーのものにしてみました。もっと探せばね、いいものもあるとは思うんですけど、アンカーも悪くないんじゃないかなと思います。別にアンカーさんがね、お金くれたり、商品くれたりしてるわけじゃないんで、本当に自腹レビューでね、言いたいこと言おうと思うんですけど、早速じゃあ開けてみたいと思います。で、中身はですね、マニュアルですね。マニュアルと、あとはこういうキャリングポーチ的なものもね、入っています。端子がこういう感じで剥き出しなので、こういうふうに多分しまうんじゃないかなと思うんですけど、他のものへの傷つき防止のためにもね、便利なんじゃないかなと思います。で、肝心の本体なんですけど、これ iPhone 8 Plus なんですけど、だいぶ小さいですよね。昔の iPhone 5 とか iPhone SE ぐらいのサイズ感でしょうかね。で、外装はプラスチックです。で、名前が 8-in-1 っていう名前がついている通り、全部で8個のね、入力というか、端子がね、あります。USB-A っていう従来のタイプのものが2つ。それから SD カードとマイクロ SD カードのスロットがね、ついています。この部分には、LAN ポートがね、ついています。で、反対側は USB-C の形状のものが2つ。それから HDMI の端子がついています。なので、1、2、3、4、5、6、7、8個ということになります。で、ここは、USB-C の端子がついているケーブルがもう固定でね、ついています。ここはどうですかね。全部で20センチ弱っていう感じでしょうかね。じゃあ、まず USB 端子、USB ハブがメインの機能なので、その部分をね、説明したいと思います。で、USB-A という形状ですね。従来のこの USB の形状のものが2つついています。これは USB 3.1 Generation 2という規格に対応しています。10Gbps でデータをね、やり取りできる端子になります。で、こっちはですね、USB-C のタイプの端子が2つついています。で、2つ、ちょっとね、機能が違います。こっちはですね、USB 3.1 Generation 2なので、反対側のこの A と同じ規格の端子です。
でこのもう一つは USB PD というもので、この PD というのはパワーデリバリーの略なんですけど、まあ、ここに AC アダプターをつないで、ここから電気をこの線を通して Mac に供給することができるようになっています。まあ、もちろんここにあの Mac の残っている端子に挿してもいいんですけど、ここに挿すことによって、まあ、線が1本で済むようになります。でこの USB PD もまあいろんなあの容量のものが出てるんですけど、これは 100W までいけます。入力を 100W まで受け付けることができます。でハブ本体は 15W 使うので、ここから出てくる出力は 85W ということになっています。なので、まあ、最大 85W ぐらいまでの MacBook に使うことができるんじゃないかなと思います。でこの Air はもともとついてくるアダプターは 30W のものがついてくるんですけど、 45W のものまで使うことができるので、まあこれ 15W と 45W で、まあ、60W 以上のアダプターをここにつなぐことによって、まあ、MacBook Air の最大の速度で充電できるようになるんじゃないかなと思います。で、まあ、USB-C の形状のもので、さらにサンダーボルトっていうのがあるんですけど、サンダーボルト3だったかな。もっと高速で、まあ、いろいろできると思うんですけど、まあ、そこまで高速転送する必要のある周辺機器を私も持っていないのと、まあ、サンダーボルト対応のものって値段がね、跳ね上がるんですね。で、ちなみにこれ値段が、だいたい8000円弱ぐらいで売ってます。サンダーボルト対応のものってなると、おそらく2万円とかね、それ以上してくるんじゃないかなと思います。なので今回はサンダーボルトじゃなくて USB 3.1 ジェネレーション2という規格のものです。ほんとね、形状の名前 USB-A とか C とかあって、さらにその中に USB 3.0 とか 3.1 とか 3.1 ジェネレーション2とか 3.2 とか、もうなんかサンダーボルトとかどん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 出てくるんで、かなりその辺が混乱を招くというか、ややこしくて、よくよく勉強しないとね、よくわかんないですね、本当にね。で次にですね、このじゃあ HDMI 端子の説明をしたいと思います。でこれもいろいろというか、まあちょっとややこしいんですけど、MacBook Air 本体は 4K60Hz という映像出力を出すことができます。で、まあ、MacBook Air の画面ってちっちゃいんで、私も外付けモニターをメインに使おうかなと思ってて、まあ、ゆくゆくはちょっとモニターを買おうと思ってるんですけど、そのモニターに出力できるのが、まあ、4K っていうのはまあ今多いんですけど、 4K30 っていうハブがね結構あります。30Hz っていうことは、まあ1秒間に30回多分画像が更新されると思うんですけど、それに対して MacBook 自体は 4K60 出すことができるんですね。なので、まあ、できればハブも 4K60 に対応しているものを使えば、外付けのモニターにも 4K60 で表示することができるようになります。で30と60とじゃあどのぐらい差があるのかっていうのも、私はちょっと実際に使ったわけじゃないんであれなんですけど、いろいろ読んでると、30だとちょっとカクつくとか、遅延が気になるとかみたいなことも書かれていたので、まあ、これから買うんであれば 4K60 の方がいいかなと思って、4K60 のものにしてみました。同じアンカーの 8-in-1 とか 7-in-1 とか、まあいろいろ出てるんですけど、その中にも 4K30 っていうものが結構多いので、まあ、そこはちょっと注意が必要かなと思います。まあ注意書きとしても書かれてるんですけど、 4K60 で出すにはそれ用の、まあ、プレミアムな HDMI ケーブルが必要だというふうに書かれていました。でもう一つ映像出力に関して注意点として書かれてるんですけど、MacBook Air のこの USB-C の端子、これ Thunderbolt 3の端子なんですが、ここから映像出力を出すことができるんですけど、このハブには、まあ、ここにも書いてあるんですけど、まあ、Mac にこんな感じでハブをつないで、でこの USB-C ポートからディスプレイに USB-C で出力しても映像は出力できませんよってことが書かれています。まあ、最近の新しいモニターの中には、HDMI ケーブルじゃなくて USB-C でデータを送ることができるものもあるんですけど、これはこの映像出力には対応してないので、ここを通しちゃうと映像は出なくなりますよっていうことが書かれています。なので映像出力に関してはこの HDMI 端子一択になるんじゃないかなと思います。で次に SD カードスロットなんですけど、これはね、まあ普通の SD カードスロットがね2つついています。まあ SD カードとマイクロ SD カードを差し込んで2枚同時に読み出すことができます。まあ、私もミラーレスみたいな普通のカメラと、あと GoPro とかドローンとかね、マイクロ SD カードの機器も結構使ってるので、2枚同時に挿して、
まあ、2枚から読み出すって作業をして、まあ、ちょっと席離れてたりして帰ってきたらまあ読み込み終わってるみたいな感じで使えるので、まあ、多ければ多いほどね便利かなと思います。で、まあ、スピードに関しては、まあ、ちょっと使ってみたんですけど、まあ、SD カードの読み出し速度に依存するんだと思うんですけど、まあ、特に、むちゃくちゃ早いとかってこともないです。今までもこういった、アンカーの SD カードとマイクロ SD カードを読み出すためのアダプター使ってたんですけど、まあ、これと別に変わんないかなって感じがしますね。もっと高速なものが良ければ SD カードのブランドが出している高速なカードリーダーとかを使った方が早いんじゃないかなと思います。で、最後にここにある LAN ポートなんですけど、まあ最近もう無線 LAN がねむちゃくちゃ普及しているのであんまり必要じゃないかなとも思うんですけど、試しに有線 LAN でちょっとつないでみたらですね、 700Mbps とか出てて、今まで見たこともないようなね速度が出ていました。無線 LAN でもまあ早い時は 300Mbps とか行くんですけど、やっぱりこう不安定というか早くなったり遅くなったり結構するので、ビデオ会議のソフト使ってる時なんかはやっぱり安定して速い速度でつながってる方がいろいろ遅延とかカクつきとかもないので、まあ、そういう時にはね有線 LAN でつなごうかなと思っています。まあ仕事の関係で職場は有線 LAN しかないよっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、そういう方にもねこういうポートが1個あるとね安心なんじゃないかなと思います。はい、という感じで今回なぜ私がまあこれを選んだのかっていうのをまあお話しつつ、まあ、この商品の特徴なんかをねお見せしました。アンカーだけでもいっぱい出てます、同じようなものがね。8-in-1 と名の付くものがもう1個あるんですけど、それはね HDMI 端子が2個あるんですね。で、この M1 MacBook は Pro とか Max が付いてない普通の M1 ですね。そっちはモニター出力1枚しかないできないので、まあ、HDMI 端子がね2つあっても使えないのと、まあ、若干規格がいろいろ異なるので今回私はこっちを選びました。まあ、他にもね探せばいいもの多分たくさんあると思うんですけど、まあ、探す時間がねすごいかかるのと、まあ、買った後安心してねしばらくはもうこんなものに悩まされずにね使い続けたいところなので、まあ、やっぱりねアンカーのものをね今回買ってみました。まあ、もしなんか問題があればねまた動画にしたいと思いますけど、今のところまあ試して使ってますけど全然問題ないですね。で、結構レビュー読んでると熱くなることをね気にされてる方もいらっしゃるんですけど、まあ、ここにもね多少は熱くなるから気にするなみたいなことが書かれてるんで、まあ、私はあんまりね気にはなりませんという感じで、これから USB ハブを買う方の少しでも参考にしていただければと思います。今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。